こんにちは。こんにちは。貢献代表二宮です、はい、今日はダックス、はい、タイの体型ローターキットですね、はい、まあ株のシリーズではおなじみになっております、はい、これがいよいよダックスの、バージョンも発売になっております、はい、で今日は、この体型ローターキットをダックスに取り付けていきながら、はい、説明の方をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。商品の内容としては、まあ、ブレーキディスクと、はい、キャリパーの位置をずらすためのブラケット、はいはい、この2つだけになります、はい、あとは車体から外したパーツを移植して取り付けていく手順になりますのでちょっと順番を追ってやっていきます。ではまず取り付けに際しホイールとキャリパーの方を車体から外していきたいと思います。キャリパーとホイールが外れましたので、まあ、まずディスクの交換からやっていこうかなと思ってます。まあ、この5本ですね、このボルトを外してディスクを外していきます。純正のディスクが外れましたらマイベテックの体型ローターをつけていきたいと思います。まあ、裏表があります。で、まあ、取り付け用の穴が5箇所あるんですけど、このザグリがついてる方、裏は平らなんですけどね、ザグリがついてる方が表にしてホイールにとりあえず当てて穴位置を合わせて、まあ、5箇所ボルトで止めていくんですけど、あらかじめ新品のボルトの方を用意しておいてください。で、締め付けトルクは 20Nm になりますので、トルクレンチでトルク管理の方をお願いします。それではつけていきます。ディスクの交換が終わりましたので、次はキャリパーの方に移っていきたいと思いますので、ホイールは一旦置いといて、キャリパーですね、このブラケットをこれですね、これをキャリパーから外さないといけないので、そのためにはまずパッドを外さないといけないです。パッドピンを外してパッドをまず外す。その後この板をですね、向こう側へグッと引き抜くとパコって取れるので、そこまでちょっとやっていきますね。今ね、言ったところまでバラしたんですけど、ここをこう引き抜く際にこのゴムのブーツがシャフトにそれぞれはまってるんですよ。ここに爪みたいになってて、もともとこうはまってるんですよね。で、それがこうはまりすぎてると、はまりがちゃんとしてこう一緒にゴムが伸びてきちゃう時があるんですよ、ギューって。で、あんまりそのまま引っ張るとゴムが破れちゃったりすることがあるので、そういう時は無理に引っ張らず爪を手で外してあげて、ゴムがフリーになったのを確認してから最後ゲッと抜いてあげるようにしてください。はい、今外したブラケットのパーツ4点ですね、1、2、3、4点、これをエバテックのブラケットの方に移植していきたいと思います。で、まずは、まあ、簡単なこっちのシルバーのピンですね、これはまあ12ミリの六角になっているので、まあ、工具で緩めてもらえれば緩みます。で、最初ちょっとね硬いかもしれないんですけど、まあ、緩みますので、ちょっと頑張ってみてください。
次にこの3点を外していくんですけど、緩めるのはもうこれだけで、この黒いシャフトの方はもう回らないようにちょっとこの穴ができてて押さえる必要がありません。こっちはですね、まあ中が六角になってるので、もうこの工具でちょっと緩めてもらえればナットのような構造になってますので、これを外せばこちらは取れます。はい、それでは外した部品をエバテックのブラケットに移植していきます。エバテックのブラケットなんですけど、まあ、向きがあるんですね。当然ですけどこのロゴが入ってる方が表になります。表面にそれぞれピンがこう出っ張るような形で取り付けていきます。でまずはこの黒いシャフトとナットの方をつけていきたいと思います。まあ、穴よく見てもらうと丸じゃなくて D の字になってるんですよ。でこっちのシャフトもそういう風に D の形になってるので、一度入れてもらって一周ぐるっと位置を探してもらうと今みたいにこうパチンとはまるところがあります。はい、ここではめといてもらって、まあ、こちらのナットで締めていくんですけど、まあ一度締めたらもう緩まない場所なのでネジロックを塗布してですね、はい、ナットの方をとりあえず手で締めていきます。であとはねこのプレートね、大事なのはこのプレートこう回転しちゃうのでしっかりとここの部分にこうグッと密着するような位置でこいつを最後締めてあげてください。でこのプレート何かっていうと、後でパッドがねこうやって乗っかるんですよ。パッドが乗っかって、まあ、スライドする大事なプレートになるので、これがこんなになってたりこんなになってたりするともうパッドが動かなくなっちゃって、まあ、取り付け自体できなくなるので、しっかりここね密着ブラケットにしっかり当たる位置で締めてあげてください。でまあ次シルバーシャフト、これもまあネジロックをですね少し塗っていただいて、3つ穴あるんですけどね、こうぐるーっとこうえぐれてるところの隣の穴ですね、こちらにもうボルトの要領で入れていただいて12ミリのソケットで締めていきます。はい、これでもうブラケットの組み付けは完了になります。あとはキャリパーの方にこれを戻していきたいと思います。今ねパッドまでキャリパー組んだんですけど、一つ宣伝、パッドピンですね、エバテック純正キャリパー用のステンレスのパッドピンをリリースしてます。色はまあこれ今シルバーなんですけど、これとあとゴールドの2色出してます。まあ、ステンレスなんで錆びづらいっていうのが利点で、まあここパッドがね後でこうスライドするんですけど、まあ、純正の鉄ですと、まあ、メッキはかかっていてもやっぱり徐々にね錆びたりしてきちゃいますので、そうするとまあここ抵抗ができてパッドの動きが悪くなったりとかねしてしまうので、まあ、ステンレスに変えておいてもらえると長持ちするんじゃないかと。で、まあ、デザインもちょっとかっこよくなってますので、もしよければ一緒にお買い求めいただければと思います。キャリパーの組み立てが終わったので、まあ、ホイールを車体に戻します。ここでまたすいません宣伝を、ホイールカラー、はい、これね、ここにはまるホイールカラーなんですけど、丸みの軽くて色がついててかっこいいの
エバテックから出てますの で、 で組んだ後もね、これはあのフロントフォークの間に見えるパーツなので、まあ、これちょっとかっこいいんじゃないの、なんかやってんじゃないのというパーツ、まあ、こちらもぜひね、せっかくバラすんなら一緒にお買い求めいただければ組み付けも一度で済むんではないかと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。では車体に組んでいきます。ホイールが車体に取り付けました。アクスルシャフトのトルクは59ニュートンメーターになりますので、しっかりトルクね管理して、あの緩まないようにね規定トルクで締めてください。それではキャリパーをこの後、はい、取り付けて、まあ、完了になります。つけていきたいと思います。はい、キャリパー今ね取り付けしたんですけど、ディスクが大きくなったことによって、こうキャリパーを入れるときにね、ホイールとのクリアランスがほとんどなくなるんですよ。なのでまずパッドを目いっぱい広げてもらえるとちょっと動くんで、それを利用してちょっと隙間から入れていくんですけど、うちの車体はまあギリギリ通るんですけど、本当にギリギリなんで、もしあの心配な方はホイール傷つかないように養生テープとかマスキングテープで保護してからキャリパーを取り付けてもらった方がいいかもしれないです。あとはでトルクなんですけど、キャリパーを止めてる2本のボルトは30ニュートンメーター、これは必ず新品に交換ということでマニュアルでは書いてありますので、こちらもあらかじめ新品のボルトを用意しておいてください。で最後にパッドピンですね。パッドピンの方は17ニュートンメーターですので、これ結構締めすぎてキャリパーのネジ山壊しちゃう方いるんですよね。だからそんな、まあ、17ってすごい緩いっていうかね、そんな強くないので、あの必ずここちょっとトルク管理してもらった方がいいと思います。でオーバートルクだともうキャリパーダメになっちゃうんで、はい、そこだけ注意してもらえればいいと思います。取り付け自体はこれで完成になるんですけど、まあ、とりあえずホイールを回していただいて、まあ、何かぶつかってるような音がないかとか、回り方がおかしくないか、抵抗はないか、まず確認していただいて、異常がなければ、まあ、レバーをですね、こう当たりが出るまで押していただいてからもう一度ホイールを回してブレーキをかける、はい、でしっかり止まるのを確認してから走行するようにしてください。であとまあディスクもね、慣らしが必要です。で最初は本当にパッドとのね馴染みがないので、制動力が上がってくるまではブレーキも慣らしをしっかりしてあげてください。でまあ徐々にねどんどんブレーキ効くようになってきますので、最初はね注意して乗るようにしてください。以上になります。